入信儀礼って何やるの？学校の入学試験と入学式をいっぺんにやるみたいなものですわ。うわ、大変だ。試験もするの？いつきもゲーティアの入信儀礼を受けてみます。では三輪先生、問題をどうぞ。まずは水着審査。猫屋敷さんの使う魔法だよね。式紙を使ったりお札を投げたりいろいろできますわね。猫屋敷さんのことだからできないことってない気がする。あら、万能な魔法なんて愚者の幻想ですわよ。三輪先生は何ができますの？恋の魔法。船の魂で船玉？航海の安全のため船そのものをフェティッシュ化したものです。へえ。アストラルの車掌も似たようなものらしいですよ。あれ、そうだっけ。勉強不足の月くんには三輪先生からお仕置きがあります。私の靴をお舐め。社長も随分頑張ってるみたいやね。ようやくちゃんとできるようになってきたんだけど、生病法は怪我のもとや。油断はあかんよ。分かってる。ありがとう、ほなみ。三輪先生からも注意をお願いします。そんなの関係ねえ。アストラルやゲーティアのことですわ。教会もだよね。あ、そろそろ前の報告書出さないと。教会はお役所仕事ですから、遅れるとうるさいですわよ。気をつけるよ。三輪先生は何か忘れているものとかあります？君誰？いけないことなんだよね。でも魔術師にとっては甘い誘惑でもありますわ。お父様、パトリシアさん、僕がついてるから。いつき、何を言ってるんですの？え、三輪先生からも何か言ってくださいまし。ついてるついてる、万歳。いまいち分かってないんだよね。難しいから仕方ないよ。でもちゃんと勉強する。こなみお姉ちゃんが怖いもんね。みかんちゃん、本日の三輪先生、ちゃんと勉強浸透。鬼って結局何なの？神様だよ。え、そうなの？山も空も川もみんな神様だもん。同じだよ。そうなんだ。そんなんじゃまた三輪先生になんか言われるよ。ね？ねえ。で、どっち？え？だからどっち？いや、質問の意味がわからないんだけど。三輪先生、お仕置きでだって。逃げ切らない奴は釜茹でだ。霊脈？呪力の流れる道やね。これが来てると商売繁盛なの。うちには来てないの？来てるんやけど、違うことに使ってるみたい。そんな。代わりに何かええことあるからね、三輪先生。ご飯が美味しく炊ける。妖精が子供を取り替えるそうですわ。取り替えられた子はどうなの？わかりませんわ。うまくすれば帰ってくるそうですけど。帰ってきてほしいよね。相変わらず甘いのですね、いつきは。三輪先生はどう思います？青春はほろ苦いね。竜ってやっぱりあの竜？自然のエネルギーが形になったものでもあるんよ。暴れたりしないかな？いっちゃん次第と違うかな。あれ、ほなみ？じゃあ今日も三輪先生に一言。私、普通の猫屋敷に戻ります。バイバイ。